この事件 その全体の事実経過、具体的にどういう会議が行われたのかをきちんと明らかにすること、そして、調査結果をきちんと発表してほしい、そして、今後のこの支援法の体制をどうするのか、それについて明確な考えをさせていただきたい、そして、その被災者の意見をきちんと聞くような公聴会、パブリックコメントなどの法律に定められた手続きをきちんと取っていただきたいというようなことを内容とするものです。どうかきちんと書面でご回答いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。被災者、支援者、そういう意味での当事者がですね、しっかりこの施策実現のためにね、参加していく仕組みを作ってくださいと、そういう趣旨になっていますので、よろしくお願いします。この支援法ネットワーク、それから市民会議、そして市民委員会と福島フォーラム、4団体から申し入れ書を順次渡して内容の説明をしたということです。基本的にこの間の事実関係の解明と、今後の支援法 の実施のための体制をどうするのか、それにあたって、被災者の意見をどこまできちんと聞くつもりがあるのかということが主要なやり取りでございました。で基本的にですね、書面での回答を求めるということについてはっきりとした約束まではもらえなかったんですが、前向きに対応するというような受け答えだったと思います。明日で支援法できて1年にもなるというのにね、未だに基本方針ができてないわけでしょ。これが一体なぜだったんだってことをね、水野さんのつぶやきというのはひょっとしたらと、つまりこの復興庁自体の体制や、あるいはこの支援法に対する態度、それがそもそもどっかでおかしくなってたんじゃないか、ボタンがどっかで違ってたんじゃないか、だからいつまでたってもできなかったんじゃないか、こうやっぱり疑いを持たざるを得ないわけなんですね。それが今問われてるんですよということを理解していただこうと思ってきたんですが、今日の対応はですね、さらに解決しなかったですね。その私のこう、気持ちは、まず出てこられた方が例えば回答してほしいので回答はしてくれますよねっていうことにすらイエスノーが判断できない人しか来なかった。で、それこそ密室といいますかね、短い時間で、みんなから見えない場所でしかお会いしていただけなかった。手応えとかね、よかったと思って帰れるような中身ではなかったですね。避難地からまた今も福島に住んでいる人がこういう活動を続けること自体が難しい中で、やはりそういった声なき声というのがあること自体は、当然復興庁の方だって一般的に考えれば分かるはずですと、そういったカテゴリー、声は発しないけれども、実は、被災者としていろんな思いを持って、いる人たちの声に耳を傾けるという作業をするには、もうそういった常設機関を設けて、その被災者の私たち、例えば今福島と申しましても、避難地でまた福島でまた今戻ろうかと思っているこういう場所で、それぞれでまた考え方が違っているということもありますので、そういったそれぞれの代表が立ち会った中でお話を聞いていただきたいと思っております。もう人間の心の根底に訴えるという意味では、実はあんまりこれからの復興庁の方には正直あんまり多くは期待してないんです。それよりももう今日もお話したんですけども、もうお互い逃げられない立場で、逃げ場のないところでお話をしましょうよと、そういうことが一つの常設の場所で、公開の場所で話をすると、お互い正々堂々正面切ってお話しましょうと、もうその思いが心がなんてことではなくて、しっかりと自分たちの意見を付き合える場所でやっていきたいと、僕はもうそのことに今訴えていきたいと思っております。はい。